はい、どうも皆さん、こんばんは、カズマルクスと申します。はじめましての方はね、見ていただきありがとうございます。そして、初見さんもしよかったらね、高評価ボタン、いつも見てくれてる方も、よかったらね、高評価ボタン押していただけると嬉しいです。はい、大丈夫。今回はですね、200cc 超最強カスタム、ロイパタテンで、走っていきたいと思います。最近嬉しいことにリクエストがめちゃめちゃ来すぎて、ちょっとね、処理しきれてないんで、休憩がてらで、今回はね、ロイパタ使っていこうかなと。 200cc 最強カスタムって言ったら、ロイパタ以外にもいろいろあるんですよね。悪い字パタテンとか。はい、今回はとりあえず第1弾ということでロイパタテン使っていこうかなと思います。よろしくお願いします。 OK、 1出た。え、マジで。さあ、しっかり仕留めて。赤2が結構効いたかもね。さあ、あ、うわ、テレサ高い。なんかラグいな。じゃあ前潰して、もう一回。は、なんかラグくね。ラグいぞこれで。あ、裏にキノコか。なるほどね。で、しっかりについて。ラグ怖いな。壊していきましょう。よし。え、オッケー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 。ちょっと、なになに。オッケー、危ねえ。で、これちょっと怖いので、危ねえ。さあ、なんとかいき、あー、マジか。もうタイミング悪すぎ。すぐ解放。よし。で、まだでも全然差あるんで。赤コーラ来た。もう一個来そうで怖いんだけど、大丈夫かな。あ、サンダ来た。後ろ回避るけど、でもまあ赤コーラは来る心配ないね。大丈夫大丈夫、俺ならいけるぞ。コイン1枚だけ取って、で解放して、しっかり2つ取っていきましょう。よし。で、ショートカット1個目だけ決めよっか。1個目だけ決めて、いやいや、2つ目もいいや。これ大体ね、最後ミスるんでやめておきますということで。さ、最後1位かな。よし、スーパー解放して1位フィニッシュと。で、キノコも拾い食いして、はい、最後ね、ありがとうございましたということでですね。さっきからね、レース動画撮ってたんですけど、なんとね、音声オフにしてました。というのも、前回の動画、音楽歌いながらマリオカートする縛りで全部ね、 BGM 切ってたんで、ミュートにしてたんで、それが原因で。はい、声は入ってるんだけど、そう、 BGM が入ってないんだ。なんで撮り直しですね。じゃあ次のレースいきましょう。第2レース目は 200cc DS ワリオスタジアムやっていきましょう。よろしくお願いします。1位スタンドなんで、しっかりスタートダッシュね、ミスらず、エンストはね、絶対しないように。はい、大丈夫、これ決まったでしょ。はい、スタート。嘘、マジか。でも大丈夫、なんか抜かれなかった。で、しっかりここでコイン4枚回収して、ここでしっかりコイン7枚にして、早くも7枚にしていく。後ろキノコなんで被弾する心配ないね。しっかり2枚取って、ぴょんぴょんと右ドリフト入れて、ケツつけて、結構いい感じやね、今のところ走り。いや、今のところね、あのニスクあるんですけど、飛びすぎるとこれ消して2つ取るか、結構完璧じゃない。もうなんでさ、逆半切るかな、 いい時に。で、その代わり UMT 貯める。このね、ミスった分 UMT で取り返す形で OK。 でインついて、さあまたね、割り下で奇跡起こしていこうか。しっかりぴょん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 と乗って、インついて、ぴょんぴょんと。さあ、今回はもう調子めちゃくちゃいいからね、どんどん走っていきましょう。で、ミニターボジャンプアクションして、通信エラーだけは絶対になりたくないんで、ミニターボ。あ、サンダ来た。後ろ回避いるな。タイミングよくスター使ってるけど、ここでジャンプアクションで復活できるんで、よし。いや、わ、意外とワリオ来てんな。意外とワリオ来てる。やばいぞ、追いついちゃってるな。こんだけ差開いても、やっぱサンダーとね、赤コーラで、赤コーラ1個でこんだけね、差が縮まっちゃうので、一応ボム置いとこうか。ボム置いて多分引っかかるんじゃないかな。引っかからなかった。うん、なるほど。じゃあ2つ取ろうか。2つ取ってしっかり安定を保ちましょうか。お、防御2つ出たから、もうこれは 99.99% 大丈夫。前投げて、ありがとうございました。よしよしよし。完璧すぎないか、今回のレースなあ。久しぶりにこんなね、解消できたのは本当に。いや、前から解消できたんだけどさ、最初から最後までずっと1位っていうパターンがなかなかなかったんで、まあ今回はちゃんと音声取れてるでしょ。はい、じゃあ3レース目いきましょう。本気のユータンさん、シュワルツネッガーさん、プラスさん、マニチさん、合流ありがとうございますということでですね。アメリカの大物俳優、ハリウッド俳優が、ハリウッドスターか、入ってきてくれてます。はい、大丈夫。なんだっけ、シュワルツネッガーでね、思い出したんですけど、
前ニュースでやってたんですけど、飛び蹴りされて逆に飛び蹴りした人がやられてたっていうのがあったんですけど、あれなんかねすごいなと思ってね。それぐらいガタイガイっていうのは本当にね鍛えてるんでしょうね。しかもあの人も、あー間違いなくちゃった。あの人も70歳らしいですね。本当にすごい。で、ミニターボ開封して、これに、1で取っちゃったかな。1で取っちゃったか。で、しっかりこういうミニターボ開封して、OK。UMT 溜まってたね。ギリギリ溜まってた。よし。これは逆にきちっと出てるかも。で、赤コーラは消える。いい感じね。こっから逃げ切りたいと思います。あ、これは2つ無理なんじゃないのか。はい、引っかかったね。ヨッシーの引っかかったと。で、ここスーパー開放して2枚でもいいや、1枚取って、ここで、ブレーキして、ブレーキドリフトして入れ替えしていこうか。で、おぉ !2 連続同じパターンのアイテム引いた。通信エラーやめてくれよ。いい感じに走れてるから。1個で交換して、ぴょんぴょん。よし。テリスは来たけど大丈夫かな。で、しっかりここでスーパー開放して、いやー、蓋すれなかったな。大丈夫。で、ミニターブ。あ、サンダー来た。後ろも回避してなかったね。ギリギリキラーで。ギリキラー切れて。で、これは入れ替えはできないか。わー、落ちた。でも、触るから大丈夫でしょ。そんなにね、縮められてない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。二つ取ればもう敵なしですね。キノコで上がられないね。大丈夫ない。よっしゃ。あのカーブ自体もキノコ使えないからな、ほぼ。キノコ持っててもさ、使う箇所がない。もう直進コースぐらいじゃないと、ねえ。制御できないと思うんで 200cc はね。はい、ということで3連続1位ね、取ることはできました。はい、ありがとうございました。なんか3連続1位取るまで終われませんっていう縛りもね、まあこれで兼ねて、はい、終わりにしたいと思います。はい、とこんな感じでね、部屋の人数が4人とね、僕含め4人になってしまったんで、このレースでちょっと終わりにしようかなと思います。ということで、よろしくお願いします。あ、大丈夫。はい、ザト。オッケー。さあ、ミニターボ、ミニターボ、最後。オッケー、バナナでかいね。リンついて。で、しっかりここ、防御、危ねえ。防御じゃない、しっかりブレーキングドリフトして、ジャンプアクション、インついて。で、ここ一応入れ替えしておっか。ここ得意だから、俺積極的にコイン集めようかな。皆さん、得意コースで 200cc 当たったら、コインはね、集めていった方がいい。99% 勝てるんで。あぶね、しっかりね、ライン修正して、あのままドリフト始めたら多分落ちてたんで、で、UMT すぐ解放して、OK! 逃げ切りたいと思います。さっきね、本当だったら動画化しようかなと思ったんですけど、ビビーパークだったんで、動画化しませんでした。まあ、順位の方は1位ですね。なんで、これ勝てば実質5連続1位なんで、もう5連続したら十分かな、ということでですね、よろしくお願いします。さあ、しっかりケツつけて、インついて、完璧だ、今日調子いいから、また動画撮りたいけどね。よし、危ねえ、また同じミスしようとした。オッケー。さあ、ミスりそうになったらもうね、ライン修正優先した方がいいね。最速も止めると大体ミスるんで、オッケー、バナナ避けて、さあ、ここでもう一回インついて、あんまりブレーキするとドリフト切れちゃうんで、オッケー、完璧。なんか俺、新日の走り方が大体分かってきたな。で、まあ赤コーラは大丈夫でしょう。よし、ちょっとしくじったけどな。やばいやばい、だいぶミスった、だいぶミスった。はい。裏にコーラですね。じゃあ、ここはもうカーブして、こんな感じで。これ1、2レース目でやりたかったんですけど、ラインが崩れちゃったんでできなかったということで、皆さんね、今回も対戦ありがとうございました。オッケー。いや、さっきの動画もさ、これはもうボツにしようかな、さっきの動画は。全く BGM 入ってないと思うんで、ボツレース動画で、ボツレース動画集ということで、ボツレース集か。みたいな感じで朝アップするかもしれませんが、多分ボツにするかな。はい。ということで皆さん今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございました。よかったらね、高評価、チャンネル登録、フレンド申請して、ぜひぜひね、新着動画も見れますように、チャンネル登録ボタンの横にある通知登録もね、ぜひよろしくお願いします。過去動画のマリオカート7とか、あと、マリオメーカー2とかね、スプラトゥーンとかもね、上げてますんで、ぜひぜひご覧ください。それでは、カズマルクスでした。最後ね、ちょっと、そのね、音声、BGM なしのレース、1レースだけお届けしようかなと。それでは、どうぞ。
さあ、今度は正直のラスト、最終レースやっていきましょう。200cc ゲームボーイ、ゲームボーイじゃない、ゲームキューブ、ヨッシーサーキットやっていきましょうか。マップを見たら何の形か、皆さんわかりますか？はい、やっていきましょう。さっきまたクッパキャッスルが、ダブってしまったんで、ダブった図か、まあ、2回連続 ?2 回連続つか、2回目に当たってしまったんで、まあ、今回は普通にやっていきましょう。よろしくお願いします。危ねえ。で、しっかりミニターボ解放して、ぶつかっちゃったけど、ま、しょうがないな。これ簡単走法でいこうか。ミニターボの、で、バナーしっかりケツつけて、スーパーで解放して、あ、浮かなかった。オッケー引っ掛けて、行くと、ん？なんかワープしなかった。ワープして被弾した気がするな。で、あー、間に合わないか。ま、しょうがない。緑すぐつけて、これワンチャンスナイプいけんな。ダメか。で、ちょっとこれ、オッケーなんか反射して当てていくと。今の、長弾ナイスだな。で、しっかりコインはいっか。で、ここね、滝にすく、あぶねえもう！あれなんか成功率下がった。200cc 最近あんまやってないから下がった気がする。いや、まだ3周目しっかり、きっちりね、完璧な、滝にすく決めていきたいと思いマルクス。オッケー。で、しっかりここも、スーパー貯めて、よーし。タキニスクはもう余裕なんで、トゲ来たけど、まあ、これ半周差ワンチャンいけんじゃねえか。で、しっかりスーパー解放して、ミニターボ、で、ここしっかり、ジャンプアクションを決めて、いい、うまくいったね。これほぼ半周差な気がするな。一応これ交換しとこうか。一応交換しとく。なんで？なんで？なんで？なんでそっち投げた？しかも、アイテム取れなかった。やばいやばいやばい。で、ミニターボで受けよ。ああパックンの頭に、ぶつかって吹っ飛んだんだけど。最後これミニターボで、スーパーミニターボで解放して、危ない危ない。で、1位かなこれは最後。ということで、よしありがとうございました。1個バナナ投げ忘れたんですけど、1位ね、最後しっかり取ることができましたね。さっきのね、レースで決めたかったんだけどさ、もうクッパキャがさ、2回目に当たってね、やりたくないんだよな、もう同じコースはさ、ね、愚痴になってすみませんでした。はい、ということで皆さん今回はね、200cc 超最強カスタム、ロイパタテンで、走りました。200cc 無双しましたと。